こんにちは、サータンです。今日は4月1日から減量をしてるんですけど、減量中ってどんなものを食べてるかっていうのをお話ししたいと思います。で、最後に重要なお知らせがあるんで、よかったら最後まで見てみてください。では早速なんですけど、結構ね、その減量ってめっちゃ辛いって思ってる方すごい多いと思うんですよ。もうなんかささみだけしか食べないとか、炭水化物全部抜くって思ってる方がすごいね多いと思うんですけど、全然そんなことないです。で、まあどんなものをね食べてるのかっていうと、今日はねちょっと見本に作ってみたんですけど、じゃーん、めっちゃ美味しそうじゃない？普通に。で、これはオートミールとキュウリとハンバーグとゆで卵なんですけど、どう？全然ね、減量食って感じじゃなくない？で、私は普通に白米よりこのオートミールが大好きやから、オートミールをね食べてるんですけど、全然白米とか玄米とかでも大丈夫です。私はだいたいこれを4食食べます。まあ4食って言っても、一番最後の4食目のご飯は炭水化物を抜くんですけど、3食は炭水化物入れてます。まあ日によってね、ちょっと3食になったりする時もあるんですけど、基本的には4食食べるようにしてます。で、やっぱね、減量ってなると自炊がすごいいいんですけど、やっぱめんどくさい時ってあるじゃないですか。そういう時にこれ、デミ煮込みジンバーグ、これねめっちゃおすすめ。ほんまに美味しいんですよ。で、今回作ったやつもこれを使ってるんですけど、これねめっちゃ楽。普通に鍋でお湯沸かして温めて食べるだけなんで、めっちゃ楽やし、で、カロリーがね、これ1パックで157カロリーなんですよ。で、タンパク質もね、22入ってて、味もね、マジで本格的なデミグラスソースの味で、超美味しいです。結構鶏肉に飽きてきたなとか、まあ、初期とかやったら、なかなか鶏肉がね、私受け付けないんですけど、これはほんまに美味しいからおすすめ。で、馬肉なんで、馬肉ってすごい栄養価が高いんですよ。で、赤身なんで、すごいヘルシーやし、だからね、これはマジで食べてほしい。で、これはね、ホースミートパワーさんで買えるんですけど、ジンバーグも3種類、普通のプレーンとカレー味とこれがあったりとか、馬刺しとかもあって、すごい美味しいです。で、私もめっちゃね活用させてもらってるんですけど、今日はねそのホースミートパワーさんからすごいねいいお知らせがあります。で、それが BBC っていうね、馬肉ボディコンテストっていうコンテストが開催されます。もうね、これ聞いた時マジで絶対楽しいと思った。まあ、内容が4月25日から5月25日の1ヶ月間でどれだけ変化があったかっていうのを競う大会です。まあ、4月25日に今の体型を取ってもらって、1ヶ月間頑張って、5月25日にまた体型を取って、それをね送ってもらうっていう形になるんですけど、で、それで1位を取った人はなんと IFBB プロのジンさんと笹生さんっていうね方がいるんですけど、その2人とゴートレができます。プラス馬肉を30キロもらえます。じゃあ次に2位はマッスルグリルさんとゴートレができます。プラス馬肉20キロもらえます。で、次3位はサイヤマンさんとゴートレができます。プラス馬肉10キロプレゼントです。で、4位の方はアキトさんと元気さんと一緒にゴートレができます。で、1位から4位の方全部 YouTube 撮影があるんで、まあゴートレしながらね多分 YouTube 撮影を一緒にやるっていう感じになってます。もちろんみんなねすごい有名な方なんで、もう売名とか全然 OK らしいんで、もうほんまに売名目的でめっちゃ頑張って、 YouTube 出演とかでも全然いいと思います。で、参加方法なんですけど、4月15日、明日ですね、明日から販売が開始される BBC スターターセットっていう、まあ、4種類あるんですけど、4種類の中から、まあ、好きなの選んで買ってもらった方はもう参加できます。で、それを買ってくれた方に BBC コンテストフォームを送るんで、そこからエントリーしてください。で、これすごいお得なセットになってるし、これはその BBC 参加しない方でも買っていただけるんで、よかったらね見てみてください。で、参加されたい方は BBC エントリーフォームに4月25日時点の体を取ってもらって送ってもらって、で、また5月25日の終わった日にねまた送ってもらう感じですね。で、そっからこちらで審査して1位から4位の方を選ばしてもらいます。で、スターターセットなんですけど、スターターセットは4月15日明日から22日までの販売になるんで、気になってる方は買い逃しのないように、まあ、早めにね買ってみてください。ほんまにこの企画めっちゃ豪華やと思うんで、もう私が出たいぐらいなんですけど、まあ私もねダイエット一緒に頑張るんで、皆さん一緒に頑張りましょう。たくさんの応募をお待ちしております。では今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。サータンでした。